はい、ヤフー YouTube、どうもなぎです。今ちょっと軽くだけセットしちゃったんですけど、髪切ったんで、洗って、ジェルつけていきます。ちょっと待ってください。はい。今、洗ってきました。今回ね、根元は、普通に暗くして、ブリーチがあったところに、色入れたって感じかな。ベージュとちょっと暗めのアッシュと混ぜて、カットはね、難しくない。この耳からこう下ろすと分かるけど、前が長いでしょ。こっからこう前下がりに切って、で後ろはまあちょっと後ろ下がりに切って、中2ブロックにして、でちょっと軽くだけ段付けて、もう終わりです。何もやってないのか、乾かします。こんな感じ。もうそろそろなんか明るいのもう飽きたから暗くしたいけど、まあこれはもう伸びながら待つしかないで、もう手先もパーマも何も残ってないしね。もうジェルも揉み込むだけ、軽く。こんなもんでいいでしょ。もうね、サッとつけて終わりで、あんま時間かけたくないし。多分ね、カラーシャンプーたまにしてるからこの髪型にして、若干持ちは多分ね、いいと思うけど、まあすぐ多分金髪になると思うけど、カラーシャンプーなんか今あるのはね、たまたまなんか持ってたソマルカっていうカラーシャンプーのアッシュかな、なんか持ってたんで、それを今たまに使って色落ちを若干不正代にしてます。これはまあ根元の方もね、これはね、黒いからね。あんまもう綺麗に見えない。真っ黒の方がやっぱ綺麗に見えやすいから。やっぱな、ブリーチはな、ポイントでつけるのがやっぱいいと思います。全頭じゃなくて。まあナチュラルにジェルでセットすれば、これくらいにはなると思うんで、大丈夫だと思います。バイバイ。